はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、皆様に新作映画パーフェクトケアの魅力をご紹介していきたいと思います。まあ、いつもとですね、動画のテイスト変わってくると思います。今回はですね、僕このパーフェクトケア試写会で見させていただきました。なので今回は冒頭でお話しした通り、パーフェクトケアの魅力についてご紹介していきたいと思います。まず最初、どんな作品なのかと言いますと、法廷後継人が老人から資産をぶん取るお話でございますね。いやー、このことを聞くとね、なんやねんそれってなるかもしれませんね。はい。ではですね、まず最初、法廷後継人というのはどういったお仕事なのかと言いますと、自分で判断できなくなってしまった老人、まあ言ってしまえば、ちょっとですね、ボケてしまったり、地方が出てしまった老人の方が、うまく資産を運用できるように仕事をしているのが、法廷後継人というお仕事でございます。そのですね、悪徳な法廷後継人が主人公のマーラでございますね。このですね、主人公を演じているのはロザムンド・パイクでございます。はい、皆様はですね、映画好きな方だったら見ている方いらっしゃるかもしれません。こちらはですね、ゴーンガールに出てきたですね、あの奥さんでございますね。ゴーンガールというとですね、どんでん返しではないんですけど、そっちに行くんかいっていう作品でございます。まあ面白いので見てください。デビッド・フィンチャー監督の作品でございますけども、はい。まあそんなですね、ゴーンガールの時にも裏の顔の演技がめちゃめちゃ入る、ロザムンド・パイクではないわけでございますけども、今回も、もう腹黒いですね、演技をしているわけでございますよ。このですね、ロザムンド・パイク演じるマーラが、老人から資産を分取るというお話なんですけども、こちら、じゃあ分取るだけなの？分取ってお話が終わるの？そんなの胸クソ映画じゃんかよっていう風に思われるかもしれませんけども、そんなですね、主人公マーラがですね、いろんなね、老人から資産を分取っていく中の一人にですね、曰く付きの老人が現れるわけでございます。その老人の影にはロシアンマフィアの影がというのがですね、この主人公マーラーをですね、襲うわけでございます。果たして主人公マーラーはですね、資産を無事に取ることができるのかというか、主人公が無事に資産を取ることができるのかっていうのもですね、面白いワードでございますけども、はい。主人公、悪役のマーラーはですね、無事に資産を取ることができるのかというのがストーリーになっております。そんな本作のポイントというのはどういったところなのかというと、まず一つ目がですね、100% 共感不能な主人公マーラでございます。先ほどから僕がお伝えしている通りにですね、老人の資産を盗むんですよ。しかも悪徳にね、まず老人から資産を取るっていうこと自体がダメなわけでございますよ。そんなね、老人から資産を取るのをですね、もうこれ見よがしにですね、もう嬉しそうに嬉しそうに強奪していくんですよ。こんなお金があるものがいっぱい取れましたよとか、ケラケラ笑いながら、そしてね、老人ホームの人とグルになったり、お医者さんとグルになっていたり、もうね、ここの作品内に出てくる人ってみんな悪役なの。そこで皆様は共感できますかっていうお話なんですよ。もう共感できる人ほとんどいません。僕も作品を見ていながら共感なんか一切できないというところなんですよ。ただここがですね、共感できないっていうところ、作品といたしましてはやっぱり映画と言われるもの、共感できるのが一番いいんですよ。なぜかというと、作品内に没入できるから。そういったようにですね、作品、映画というのは作り込んでいくんですけども、それを逆手に取っている本作なんですよ。全く共感できない。ただストーリーが面白いから先の展開が気になってしまうというのが本作の魅力になってきます。そして、二つ目がですね、予想できないラストでございますね。ここはね、ラストのお話になってしまうんでですね、あまり多くは語れないわけなんですけども、皆様のご期待を360度で戻っちゃいますね。180度、ぐるんと回ってしまうようなラストの衝撃的な展開というところもあったりします。はい、そして、この三つ目というのはですね、この、パーフェクトケアのテーマになっているところでございます。それは何なのかというと、人生というのは奪うものと奪われるもの、この二つしかないんだよっていうところになるんですね。これはですね、主人公マーラ、このように語っています。ライオンか、子羊か、でございますね。皆様はどっちになりますか？奪うものになりますか？それとも奪われるものになりますか？どっちになりますかっていうところなんですよ。ただ、本作というのは、
お金を稼ぐという時には奪うものになんなきゃいけないっていうこのマーラの信念がすごいんでございますよ。何？あんたたちの偽善って何なの？偽善でお金がないんであれば私はお金を取れるライオンになりますわみたいなね、そういった風なメッセージ性が込められております。そして最後、ここが一番のポイントになってきます。応援しちゃダメなんだけど応援しちゃうんですよ。これね、何かというとですね、自分に罪悪感が出てくるんですよ。この作品ですね、を見れば見るほど、あ、なんかちょっと主人公のマーラ応援したくなっちゃうなみたいな風になるんですよ。ただね、やっぱ僕たちってこう良心があるじゃないですか。いい心があると、ああダメダメダメ、主人公にこんな共感しちゃダメ、私は善人なんですからっていうね、このね、見ていて狭間が面白いです。これね、見てみないとわかんないですよ。あー、なんかここで共感して頑張れって思ってしまう自分、なんかいいのかな、ダメなのかな、どっちなのかな、それをね、怒涛の、だいたい120分ぐらい、2時間ぐらいの作品だと思うんですけど、ずーっとね、語りかけてくるんですよ。ここがね、とてもいいところです。ねえ。そしてですね、作品といたしましては、クライムサスペンスみたいな風になってるんですけども、結構ブラックジョークが効いてます。うん。なので、ブラックジョークが好きな方、まあ、コメディまでとはいかないんですけども、ブラックジョークが好きな方、皮肉が好きな方っていうのは、この作品とても面白いんじゃないでしょうか。はい。そして、どんな人におすすめなのか、新感覚を体験したい方におすすめでございます。ねえ。やっぱりですね、先ほどから冒頭お伝えしているように何度も言ってます。100% 共感できないんですよ。映画ではあるまじき行為でございます。主人公に共感できない。それは映画の中では致命的なポイント。ただ、今作というのはその致命的なポイントをうまく逆手に取って、僕たちが応援しちゃダメなんだけど、応援しちゃうようなキャラクター作り、そしてストーリー構成になっているわけなんですよ。これがね、新感覚でございます。なので、ぜひ、まあ、いろんな人に見ていただきたいです。この作品ですね、3週間の、限定上映、プラスアルファデジタルで配信されておりますので、まあ、興味がある方はぜひ見ていただければなと思います。そして、最後、個人的な感想をお話ししていきたいと思います。いやーですね、この作品見させていただいたんですけども、もうね、ここの思った通り、もう魅力を語ったっていうところが、僕はもうこれが全てでございます。まあ、最後掘り下げてちょっとお話しするんであれば、このね、ロシアンマフィア。なんでロシアンマフィアがいるんやねん。普通のなんもないおばあちゃん、じゃあこれ取っちゃうかなって思った。実はその陰にはロシアンマフィア。なんでロシアンマフィアがここで出てくるのってお話なんですよ。そのロシアンマフィアが出てくる展開からですね、このマーラの野望というのがどんどんエスカレートしていくんですよね。このマーラ、何を描きたいのかというと、強い女性なんですよ。はい。男性にも負けない強い女性。そしてですね、この作品の中では男というものは結局力、暴力で支配するんでしょ？私はこっちでやるのよ。トークなのよ。暴力なんかでね、勝とうなんて思わない。私はトークで頑張るのよ。そういった思いも込められております。まあ、このような形でですね、ぜひ限定公開になっておりますので、皆様ですね、ご興味がある方、まあ、デジタル配信でもございますので、ご自宅で見ていただければなと思います。